皆さんこんにちは、たっチャンネルです。お久しぶりです。本日はですね、明治安田生命 J1 リーグ第19節サガン鳥栖 VS 横浜 F マリノスの試合は19時キックオフ予定しておりますということで、本日は久々にサガン鳥栖の試合があるということでこの動画を撮っておりますということで、ただいまの時刻は、14時半です。試合まであと4時間半ぐらい時間があるんですけど、まあ試合前ということでまだスターティングメンバーも発表されていませんということで、まず試合始まる前の動画としてですね、まずはじめに予想フォーメーションを考えてみたので、予想フォーメーションとして、ご覧ください。一応まあここに簡単に書いてはいるんですけど、これをご覧ください。ということで、まあ、早口ながらちょっとね DJ ゆうやのモノマネを、させていただきました。まあ、それはどうでもいいんですけど、まずは、まあ、キーパーからパクイルギュですね。まあ、パクイルギュはこれはもう安定して試合出続けるということで、まあ、パクイルギュは確定でしょう。で、あとは、まあ、エドゥアルドと田代正也選手がこれが、2枚で2バックですね。で、まあ、フォーメーションがまあ、いつも可変式で相手によって変えてきたり、その試合によって変えてくる、試合の途中で変えてきたりっていうのもあるので、まあ、ここははっきり分かんないんですけど、まあ、ファン・ソッコ選手が5月30日に肉離れで4週間から5週間、全治4週間から5週間っていうようなのが公式で出てたので、まあ、おそらく田代選手が代わりに入るんではないかというふうに予想しております。あとは、まあ、サイドに中野慎也選手、あと飯野七瀬選手ですね。飯野選手に関しましては、まあ、サイドバックでありながら結構上下激しい運動はあるので、まあ、これであえて、まあ、右側のこうちょうどウィングバック的なポジションに、まあ、ちょっと中途半端に、全体的に見ると中途半端にはなるんですけど、ウィングバック的な、立ち位置で、まあ、これは表示しております。で、まあ、このディフェンスはこれで来るんじゃないかっていうふうに思います。あとはまあ中野慎也選手がもしかしたら大畑選手だったり、まあ、内田選手だったりっていうちょっと変えてくるかなっていうのはちょっと考えてはいるんですけど、まあ、中断明けなんで三好さんがどういった戦術、どういった選手の起用の仕方をするかわからないので、まあ、その辺は、まあ、今日の試合やってからっていう感じにはなると思います。で、あとはまあサイドに、左の方に中野義弘選手入れてるんですけど、ここはもうもしかしたら小山本選手に代わって入るかもしれないし、まあ、ここは一応、まあ、中野義弘選手で予想はしています。あとは、背番号10番樋口選手、樋口選手はですね、まあ、確実に入るだろうとは思っております。まあ、怪我とかなければ。で、あとはやっぱ松岡選手、松岡選手はもう鳥栖の心臓になりつつあるというかもうなってるので、まあ、ここは確定でしょうね。で、あと先頭ケア選手、まあ、この選手はまあ上がったり下がったりサイドに引っ張ってきたりっていういろいろ特徴がある選手なので、まあ、この樋口選手と先頭選手が、トップ下という位置で2枚でしっかりね守備だったり攻撃だったりに参加してくれるんじゃないかなとは思っております。あとは、林大地選手、山下啓太選手の2トップで予想しております。明日さんはまあその時のコンディションだったりその選手の特徴だったりしっかり活かしてくると思うんで、まあ、その辺は素人ね、僕がどうこういうことではないんで、ちょっとここはね、まあ、ちょっと運というか、
まあ、おそらく林選手と山下選手で後半から坂井選手が出てくるのではないかという予想をしております。ということで、まあ予想はこの辺にしておきまして、まあ、後ほどですね7時から試合があるのでそちらの動画の方をまた撮っていきたいと思うので、また7時にお会いしましょう。皆さんこんにちは。ただいまの時刻18時54分でございます。お疲れ様です。ユニフォーム着替えてまいりました。これ確か2016年ぐらいに買ったやつですかね。かなり昔のやつですね。ちょっとそろそろ買い替えたいんですけど、ちょっと資金の方がないので、はい、募集しております。あとですね、まあフォーメーションの方なんですけど、予想したフォーメーションとかなり違ってくるのではないかっていうふうに思ってます。田代選手を、一番バックで予想したんですが、そこに、まあ、島川選手が入るのか、松岡選手が降りてきて入るのかっていうふうに、まあ、なってくるとは思うんですけど、まあ、そこがちょっと意外でして、あと中野伸也選手、そこの部分が、大畑選手ですかね。大畑選手が、左の方入ってまして、あとは中野義弘選手が左の方に、入ると予想したんですが、ここは小山松選手が入るということで、まあ、あとは基本的に変わりはないですかね。そうですね、前線の方は、全く変わりはありません。ということで、今からしっかり応援して勝ち点3いただきたいと思います。じゃあそれでは皆さん、またお会いしましょう。サガン鳥栖サポーターの皆様、お疲れ様でございました。ただいまの時刻21時55分でございます。サガン鳥栖対横浜 F マリノスの試合は2対0で完敗でございます。まあ0対2っていうのが正しいでしょうね。はい、まあただ本当にもうこの完敗という言葉に尽きると思います。まあ、やはり横浜 F マリノス、かなり組織力があって個の力っていう部分で勝ってましたし、あとやっぱなんといっても選手層、これ後半から出る選手も J リーグ屈指の選手であるので、まあそこに、まあかなり苦しめられたんではないかなというふうには思います。まあただ失点がですね、2失点ともミスからの失点であるので、そこはかなり悔やまれるとは思います。そうですね、ミスからのこの2失点っていうのはプロとしてどうかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ一ね、サポーターとしてはまあ人間なんで仕方ないということで、まあ次からの試合でその悔しさをバネに頑張っていただきたいと思います。ただまあこれサッカーをしている上で、まあ、やっぱ楽しくないとサッカーっていうのは面白くないので、これをポジティブに考えれば、これ2失点はミスから生まれたんですけど、逆に言えば相手の流れから2失点されてないので、まあ、そこはプラスに捉えていいんじゃないかなと思います。まあ、相手の流れから、まあ、結構危ないシーンだったりっていうのはかなり多くあったんですけど、まあ、パクイルギュ選手を筆頭として、まあ、守備陣も頑張ってましたし、まあ、ポストに救われる部分もあったので、そこはプラスに考えていいと思います。まあ、ただまあ複数失点、今年初めての複数失点して、まあ、悔やまれるところではあると思うんですけど、まあ、逆に言えば今まで、複数失点しなかったことがすごいと、まあ、解説の方も言われてたので、まあ、自分もそれは共感しました。まあ、本当にすごいので、まあ、そこはしっかり称えて、また次から、期間がかなり空いて、次7月3日ですねからの試合になるので、また切り替えて一から頑張っていただきたいと思います。あとはまあ個人的な、お話であれば、島川選手の、センターバックの適合だったり、あとパクイルギュ選手、やっぱパギさんはすごいですね。ポジショニングがかなり上手いので、結構ね救われてました。これ4-0 5-0ってなってもおかしくないんじゃないかっていうぐらいの、まあ、シーンもかなりあったんで、まあ、MVP はパクイルギュ選手で、間違いないと思います。まあ、個人的なんですけど、あとは新田選手の J リーグデビュー戦、西登録でありながら堂々たるデビューをしたということで、これは鳥栖にとってかなりプラスになるのではないでしょうか。はい、あとはまあ林大地選手、まあ、オリンピック呼ばれて、
そのままの勢いのままで、まあバックアップの選手ではありますけど、そのままの勢いで試合に入れたんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、かなり悔しそうでしたけど、あとは酒井選手が、まあ、この J リーグで、久々に、帰ってきて、しっかりねキープ力、まあ、あとヘディングの強さだったり、ところどころに、テクニシャンなパスっていうのを出していたので、これはですね、まあ、次からまたやはりこの酒井選手の復帰っていうのが大きな鍵になってくるのではないかなっていうふうには思います。次かなり期間が空くので、ここの空いた期間をですね、まあ妙比監督っていうのはかなりいろいろ敷き詰めてやってくると思うので、次の試合7月3日土曜日、第21節広島戦ですね、アウェーではあるんですが、サポーターとしてしっかりねここのマイホームで応援していきたいと思います。本日ねちょっと時間が時間なの でここちょっとアパート借りて住んでるので、あの DJ ゆうやのモノマネちょっとできないんですけど、またはい DJ ゆうややらせていただきたいと思います。本日はここまででございます。チャンネル登録高評価ぜひお待ちしております。どうかお願いいたします。皆さんそれではおやすみなさい。